東京横浜電鉄新宿延伸計画では、かつて東京横浜電鉄により計画された東横線の渋谷駅から新宿駅までの延伸計画について述べる。同区間の延伸に関する免許は取得されていたものの、建設はされず未成線となった。東横線の計画は、1906年に武蔵電気鉄道が施設鉄道法に基づく申請を行ったのが、 起源である。広天元寺を起点とし、恵比寿駅を経て西へ向かい、平沼駅へ至る計画であった。同社は1908年に創立総会を開催し、1911年には、下沼部から、蒲田駅に至る支線とともに免許を受けた。さらに1912年には、有天寺から、代々木連平城を西に迂回し、小田急電鉄小田原線の代々木八幡駅付近で、 合流して並走し、新宿に至る路線の免許も得た。これが本計画のもとになった路線にあたる。しかし、沿線はすでに都市化が進み、さらに第一次世界大戦勃発に伴う地下高等の影響などから用地買収に手間取り、着工ができなくなる状況に陥った。1917年に前述した施設鉄道法に基づく免許を執行させた上、 新たに軽便鉄道法に基づいてほぼ同じ区間の認可を取得したが、資金が集まらないのは相変わらずであった。東横線の建設は、鉄道委員管理から、武蔵電気鉄道の常務に就任した、後藤慶太の手に委ねられることとなる。武蔵電気鉄道建設予定地に、田園都市会社という宅地会社が大規模な開発を、手がけていた、またその田園都市会社の参加である、 エバラ電気鉄道が取得していた、現在の大井町線にあたる区間の免許を始まりに、鉄道の建設を計画していた。ことは、小林十三の推薦を受け電園都市会社の鉄道事業に参画。電園都市会社の鉄道事業計画は、目黒鎌田電鉄へ分離されて、目黒鎌田間の鉄道建設が行われた。ことは、続いて、武蔵電気鉄道を、 目黒蒲田電鉄の参加に収め、東京横浜電鉄へと改称した。東京横浜電鉄により、住宅開発を兼ねる形で、東京横浜間の鉄道が建設されることになり、同時に起点は渋谷駅とされた。山手線との接続ができ、将来の発展が見込めるというのが理由であった。かくして渋谷駅を起点として、東横線が建設された。 東横線の開業後、後藤は都心への進出を模索し、有楽町への延伸計画も再び立ち上げたが、関東大震災後の都市計画見直しと資金の都合で流れた。一方、有天寺渋谷新宿間の免許のうち、未着工であった渋谷新宿間については、構想をもとに一任した上で、施行期限の延長申請を出すなどして報じし続けた。当時の計画では、 現在の JR 渋谷駅の西側から北に向かい、代々木連平城を西入会し、代々木八幡駅付近で小田急線と合流し、新宿駅まで並走するルートだった。1910年代から1920年代にかけては、新宿に複数の鉄道ターミナル駅が集まり、副都心としての将来性が有望視されるようになった時代であり、新宿の別新線については、 東京市の都市計画構想にも組み込まれ、東横線乗り入れスペースは小田急電鉄の駅式地の西側に確保されていた。しかし、山手線との平行路線をわざわざ明治神宮の西側を迂回してまで建設するだけの資金や意義もない上後藤の関心が東京における地下鉄建設を目指した東京高速鉄道に移っていたこともあって、 1936年にこの免許も執行した。なお、新宿駅に確保されていた東横線新宿駅の用地は、1945年に京王線が空襲による変電所被災によって、甲州街道のガード橋を渡れなくなった際、代替として新宿駅西口に乗り入れるための駅用地に転用された。 太平洋戦争終戦直後の1947年には東京急行電鉄が太平洋戦争終戦直後の復興事業について東京都と帝都高速度交通営団が揉めている状況にあったことから自前で東京駅や品川駅、新宿駅へ各線を延伸させる免許を申請した。しかし当時の運輸省は 資材や資金の不足する時代に建設できるのかと疑問を投げかけ、結局は都市交通審議会によって A 団地下鉄ヘビア線の計画が発表されたことなどから1957年に免許申請は取り下げられた。ありがとうございます。